はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル、11月13日金曜日、本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、5ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 え今日はね、東京時間まではリスクオフという形でね、株式相場が下落、そして為替の方は円高方向に推移していただく形でございますが、東京マーケットが終わってね、ヨーロッパ時間に切り替わるようなタイミングからですね、一気にリスクオンに傾き始めて、株高、円安方向にちょっとね、トレンド転換したかもというような動きが出ておりますので、まずはね、全体の相場感見ていただければと思いますので、いつものサイトをご覧ください。 はい、えー、まずはね、昨日のニューヨークマーケット、ダウ平均は前日比、マイナス317円、えー、317ドルですね、失礼しました。えー、終わり値で2万9000飛び80ドルということで、約1%の下落ということで、1日の取引を終えました。えー、その影響を受けました、えー、東京マーケット、日経平均も下げておりまして、日経平均は前日比、マイナス135円。 終わり値で25,385円ということで、えー、こちらも0.53%の下落。えー、約、ね、9営業日ぶりに、えー、下落ということで、今まで、ね、上昇が続いていたところが、えー、一休みというような状況でございました。 えー、しかしながらですね、えー、先ほどお話しした通り、えー、東京マーケットが終わった15時過ぎからですね、まあ、一気に切り返すような動きとなりまして、まず日経平均の時間外取引に関しては、えー、終わり値から、ね、100円以上上げる、今は25,500円弱というところでね、えー、ほぼほぼ下げの方は解消してきたというところでございます。 そしてダウ平均の時間外取引に関しましても昨日の終値から250ドルぐらい上げてきているということで昨日の下げをほぼ帳消しするような動きということでちょっとこのあたりは最後の最後で週末のところでトレンド転換が見られる可能性が出てきたということでこういったところを前提に為替の方も見ていただければと思いますので具体的にベドル円のチャートの解説の方からしていきましょう。 はいまずはね、米ドル円の15分足、約1日の時間軸のチャートからご覧ください。昨日の動画解説はね、ちょっと早めのタイミングでね、大変失礼いたしましたが、日のねのタイミングでは、105円30銭ぐらいをね、うろうろしていたというところから、ダウが下げて日経平均が下げましたので、それらのねリスクオフということで、円高方向にドル円相場も傾いていったというところでございます。 105円という節目の方も割り込んだんですが、ただ、先ほどもお話した通り、15時過ぎの切り替えというところで、東京マーケットが終わってから、一旦は105円戻して、少し抵抗があったんですが、無事105円を抜けるというところがございましたが、一旦はまた調整で105円付近をうろうろしているというところでね、105円割り込んだのは、一瞬で回復してしまったというところが今のところ見て取れるというところでございます。 そして、今後のポイントとしましては、60分足でね、やっぱり判断いただければと思いますが、こちら60分足のドル円チャート、1週間の時間軸のチャートでございます。 月曜日早々ね、えー、コロナワクチンの、えー、開発報道を受けて一気にね、吹き上がったというのは、えー、過去の動画でお話をしましたが、えー、その後はですね、えー、今週は105円をサポートラインとしまして、上値は105円50銭。えー、このあたりでレジスタンスが入るということで、まあ、50ピプスというね、えー、小さいところの、えー、レンジ相場を推移していた,いたというところでございます。 一旦ね、105円を割り込みましたので、このままね、えー、走るかと思われたんですが、えー、今のところね、えー、株高によって反発している、えー。しかしながら移動平均線が緩やかに右下下がりになっているため、えー、これが栄線から陰線に移動平均線付近で切り替わっていますので、ショートを取りたいというところはね、あろうかとは思いますが、ちょっとね、今株式相場、えー、こちらは、 トレンドが変わったかもしれないというところをいきますと、ここはね、もう少し判断を待っていただければというところでございます。具体的にはね、今、陰線になりそうだというところがね、えー、ございますが、この陰線が2本ですね、連続で続いた場合は、ショートが組めるかなというところでございますので、そこ、陰線が2本続いたら、ショートを組んでですね、直近の安値の104円90銭を抜けてね、走るところをしっかりと取っていければというところでございます。 逆にですね、ロングの場合は105円このところですね、ちょうど今、陰線が出て2本続いたらショートというお話をしましたが逆にこの陰線がですね、陽線に切り替わった場合が105円付近で起こった場合は ここはね、サポートが入ったというふうに見なしていただいてもよろしいかなと思います。もちろん株式相場がね、その場合には大きく上がるというところがバックにあると思いますが、そのような状況で、この陰線が要線に切り替わったというところであれば、ロングが組めるかなと思いますので、この辺り、今、勝負どころのね、105円付近でございますが、陰線が2本続いたらショート、そしてこの陰線が要線に切り替わったらロングというところでね、ちょうど分岐点になろうかと思いますが、そのところを意識してトレードをすればね、 大きな間違いはないかなと思いますので一つのポジションを取る参考にしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします、はいえー。以上で米ドル円の解説を終わりまして続いて5ドル円を見ていきましょう。 はいえー、5ドル円の方はね、株式相場と、えー、相関が強いというところで、えー、昨日のね、の、えー、ニューヨークマーケットで下げて、東京マーケットで下げる、そして東京マーケットが終わってから反発に、えー、戻るというところはね、えー、全くドル円と同じような動きをしているかなというところでございます。 今まで下げておりました移動平均線を今回ね明確に上抜けてそして76円というね一旦割り込んでしまったらねサポートレジスタンスになりやすいかなというところでまあサポートが入った後に割り込みましたのでその後レジスタンスが効くかなと思ったんですがレジスタンスわずかにかかったんですがしっかりとね移動平均線の上側で陰線から陽線に切り替わるそして76円をね超えたところで再度こちらでサポートが入ったということでい安心 がが広がってて上方向に伸びいいいるとううような状況でございますそして、これからのポイントでございますが一旦ね移動平均線が右下下がりということであればその下側もしくはその付近で陽線から陰線になればショートというのはねいつものパターンでございますが今回は移動平均線を今上抜けしてしまいましたのでちょっとこの辺りのショートは避けた方がよろしいかなというところでございます。 逆にね、ぐんぐん上に上っていった場合は、76円50銭の少し下側にね、過去のサポートラインが固まっている部分がございます。 えー、大体ね、76円40銭付近かなというところでございますが、このあたり、過去のサポートラインですので、過去のサポートラインはレジスタンスラインになりやすいというところはね、えー、この動画を見ていただいている方はね、えー、お気づきだと思いますが、えー、そういったところでね、えー、76円40銭付近で、えー、この要線が陰線に切り替わったときには、ショートが取れるかなというところでございます。 それはね、このボリンジャーバンド2シグマの方もね、今から下がってきますので、ちょうどボリバン2シグマの上限と、過去のサポートラインがレジスタンスとして機能したというところがね、想定できますので、76円40銭付近で、要線から陰線平均足のチャートが切り替わったときには、ショートが組めるかなというところでございます。 逆にですねロングの可能性もありましてその場合はですね76円まで押してくるというところで76円というのはねまあ、ここでもサポートが入っておりますしあとは明確な節目というところもありますので76円付近で平均足のチャートが陰線から要線。 このような変化があった場合にはロングが組めるかなと思いますのでちょうどね今から少し15ピプスぐらい上の76円40銭このあたりで要銭から陰銭でショートが組めるかなというところと76円付近での えー、押し目ですね。いわゆる、えー、サポートが入った場合、陰線から陽線に、えー、平均足のチャートが切り替わった場合は、ロングが組めるというところでございますので、まあ、狭い範囲ではございますが、えー、金曜日の、ねえー、残されたわずかな時間でトレードをしたい方は、そのポイントを、ねえー、しっかりと、えー、注目をしながら、えー、ロングショートを考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はいえー、以上で5ドル円の解説を終わりまして、続いてポンド円を見ていきましょう。 はいえー、ポンド円の方はね、ほぼほぼ5ドル円と同じような動きをしているかなというところでございます。えー、昨日の、ねえー、ニューヨーーヨクマーケットと、えー 東京マーケットですね、今日の東京マーケット。えー、この下落は、えー、やはり株式相場が難聴なところで、えー、こちらの方は、えー、為替は円高方向に進んでいたというところでございまして、まあ、昨日の、ねえー、高値の139円ぐらいから見ますと、150ピップスぐらい落ちたね、137円50銭まで、えー、一気に落ちてきたということで、まあ、5ドル円よりも、えー、このあたりはね、変化が、ボラティリティが、えー、大きいかなというところでございます。 ただ同様にですね、今日の東京マーケットが終わった15時以降に一気にね、この移動平均線を上抜けしてくる。そして138円のね、レジスタンスが入っていたところも破ってですね、今は138円50銭付近まで値を伸ばしているというところでございます。 そうしますとね、5ドル円と同様にですね、ちょっとショートのタイミングを測りたいという場合ですと、過去のサポートラインというのが、やはりこの139円の少し下にね、このあたりであろうかと思いますが、138円60銭から70銭ぐらいですね、このあたりにサポートライン、過去のサポートラインがいますので、まあ、レジスタンスになりやすい。 えー、そして、えー、このボリンジャーバンド、ニーシグマの方も下がってきておりますので、もう少し上げてね、引きつけた上で、えー、この平均足の、えー、チャートがですね、えー、要線から陰線に切り替わったというタイミングで、ショートが取れるかなというところでございます。えー、逆に、えー、ロングを取るという場合はですね、えー、やっぱり138円。 ちょうど今、移動平均線も138円ぐらいでございますが、今の位置から若干押し目をつけてですね、138円ぐらいで陰、えー、線から要線に切り替わるというところがあれば、えー、ロングが組めるかなと思いますので、ちょうどね、えー、今の位置で、えー、ロングショートを取るのではなくて、上に上がったところ、過去の、えー、サポートラインがレジスタンスに転換することを確認して、えー、もしくは138円まで押したときに、えー、明確なね、138円というところで、陰、えー、線から要線というね、サポートが効いた体 タイミングでロンググででロを組む必要があろうかと思いますので、まあ、現段階よりか上がったか下がったかその状況でトレンド転換が起きたかというところをね確認してからポジションを取るというところをね意識していただけば大きな損失はないかなと思いますので参考にしていただければと思います。はいえー、以上でポンド円の解説を終わりまして最後にユーロド,ドルを見ていきましょう。 はいえー、ユーロドルの方は先ほどお話しした通り、えー、ドルの方がね、えー、まだ弱い相場が、えー、続いていたというところで、まあ、これもねトレンド転換したかなというところだったんですが、えー、急激に、ね、1.18を昨日の段階で回復。 そして、昨日のニューヨークマーケットから今日の東京マーケットはね、1.18付近をうろうろとしていたんですが、ヨーロッパ時間に入ってから、先ほどもね、クロス円が円安方向、そしてドルよりもユーロが強いということで、直近のね、1日の高値を抜けてきたというところでね、このあたりは力を貯めた後に上抜けというところからですね、ちょっと上方向にね、ロングを取っていきたいというような思惑がね、15分足で見えるかなというところでございます。 具体的なポイントとしましては、60分足でね、見ていただければと思いますが、1.18ね、今まで割り込んでしまってから、少しね、1日ぐらい、昨日丸々ね、1.18の下側でね、過ごしたかなというところでございますが、まあえー、昨日の夕方ぐらいからですね、1.18回復してきまして、今は1.1825付近まで上がってきたというところでございます。そして過去のね、1週間の時間軸見ていただきますと、この1.1825付近で、 でちょっとねレジスタンスを2回ほど食らってしまったかなというところがありますのでちょっと、ね、すぐには上がる可能性はないかなというところでございますただですねこの1.18こちらは過去にもね明確なサポートレジスタンスになるラインでございますのでしっかりとね今後1.18よりか上側で陰線から陽線 要は押し目をつけた時には、えー、ロングをね、えー、組める状況になろうかなと思いますのであくまでも1.18よりか上側。 1.18のサポートが入ったというところで、陰線から要線になったというところで、しっかりとロングを組むというところでよろしいかと思いますし、逆にね、要、えー、線でずっと上がってしまった、そして、えー、陰線が出てね、1.18も割り込んでしまったという場合はですね、ちょっとその辺りはポジションを取るのには難しいかなと。まあ、これ上がってしまいます、押し目をつけず上がってしまいますとね、1.19まで走ってしまう可能性もあるということで、ちょっとね、この辺りは不透明感が残る。えー、そして1.18を陰線 でで割り込んでしまった場合は結局ね、えー、この1.18を超えたのは、えー、まあ、壮大なね、えー、フェイクだったという形になってしまいますのであくまでもロングを取るタイミングというのは1.18よりか 上側で陰線から要線という形になりますので、このあたりね、早まって、どうせ上がるんだったら、今からロングがいいだろうというところよりもですね、まあ、明確にサポートが入ってからの方が勝率は上がるかと思いますので、しっかりとね、そのあたり読み取ってからポジションを持っていただくというところがよろしいかと思いますので、参考にしてください。はい、以上でね、今日の先進国通貨4ペア4通貨の解説を以上といたします。 あとね、これはちょっとお知らせになるんですが、リアルセミナーの方が名古屋でね、開催が決定いたしました。12月5日の土曜日という形になっておりますので、また詳細はね、別途 YouTube や Twitter の方でね、お知らせをしたいなと思いますが、もしね、愛知県、海隈の方でね、リアルセミナー参加したいという方はですね、参加の方、12月5日の土曜日となりますが、検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 えー、今回の動画は以上でございます。えー、今日も一日、えー、そして一週間、えー、お仕事とトレードお疲れ様でございました。えー、またね、えー、土日は良い週末を、えー、お過ごしください、えー。今日は以上です。バイバイ。